久保田駒吉10月から1935年は日本の実業家。鈴木商店東京支店長を経て日本製粉社長として同社の経営再建に当たった。高知県長岡郡寺村の貧しい魚屋の子として生まれる。15歳で神戸に出て阪神小農合司会社を経て金子直吉の地遇を経て鈴木商店に入社。 上海出張所詰めや天津出張所詰めを務めて、鈴木商店が東京進出を果たし1912年に東京支店が設立されると支配人から東京支店長に就任した。1927年から鈴木商店参加の日本製粉社長を務め、経営再建に当たった。鈴木商店破綻後、三井物産に支援を求め、1933年まで、 日本製粉相談役を務めた。ABC、神戸鈴木商店東京支店長、久保田駒吉、149、沢緑本、小崎急行著、良い国良い人、東京における、都さ人ハット ABCDEF 久保田、駒吉鈴木商店記念館両断された、我が国の製粉会、三菱の日清公園に対し日本製粉は、 三井物産と握手東京朝日新聞1927.525ありがとうございます。